世界中で4人に1人の人が本当はほぼ防げる原因から亡くなっていることをご存知でしょうか。これは死ななくても済む何百人もの人が実際には亡くなっていることを意味します。あなたはこのような状態から自分を、家族を、友人を救いたいと思いませんか。私がお話ししていることは実は血栓症、すなわち血液が固まってはいけないところで固まる病気のことです。私は尾崎幸雄と言います。世界血栓症デーの準備委員会の一人です。血栓症は心筋梗塞、脳卒中、そして静脈血栓塞栓症の原因であり、毎年世界で何百人もの病気の患者さんが発生します。これにより死につながることが多いのですが、また一方で防ぐことができる病気です。静脈血栓塞栓症は通常足の深部静脈に血栓ができる疾患で、深部静脈血栓症、肺塞栓症とも呼ばれ、足の深部静脈にできた血栓がそこから剥がれ肺に達し、そこで肺動脈を詰まらせ、いわゆる肺梗塞を起こすのです。肺梗塞はしばしば致命的です。静脈血栓塞栓症の 60% は入院中に起こることが知られており、病院内での死因の中で最も防ぐことができるものと考えられています。いくつかの条件が静脈血栓塞栓症を起こしやすくすることが知られています。入院をする際にはこれらの静脈血栓塞栓症のリスクを十分に評価するように医療スタッフに伝えましょう。これによりあなたの命が救われるかもしれないのです。日本でもこのことを全ての人が知ってほしいと思います。全ての人が自分がどのくらい深部静脈血栓塞栓症を起こすリスクがあるか、それを知る権利があると思います。自分の健康を守り、リスクを減らしましょう。世界血栓症デーの活動に参加して日本中の人のこの病気に対する認識を高めましょう。世界血栓症デーのホームページをご覧ください。